皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校6年生社会科新しい日本平和な日本への3時間目の内容です。6年生の社会科の教科書歴史編を使って学習を進めていきます。準備するものはこの教科書の他に筆記用具と横書きのノートです。学習の内容をノートに書くときは必要に応じて動画を止めてください。単元の学習課題は、戦後の日本は人々の工夫や努力によってどのように変わっていったのでしょうか、です。一緒に楽しく学習を進めていきましょう。前回の学習では、日本が国際社会に復帰するまでの道のりと復帰した後の様子について学習しました。それでは教科書の148、149ページを開いてください。今日の学習課題は、産業の発展により人々の生活はどのように変化したのでしょうか、です。課題をノートに移しましょう。それでは学習を進めていきます。この資料を見てください。この写真は何をしている様子でしょうか。1964年に93の国と地域が参加したアジアで初となる東京オリンピックが開催されました。またこの年に第2回パラリンピックも開催されました。皆さんはこの時日本が獲得した金メダルの数を知っていますか。予想してみましょう。正解は16個です。これは2004年のアテネオリンピックと同数で歴代最多となっております。この資料を見てください。オリンピック開幕に向けて日本はどのような動きがありましたか。競技施設だけではなく、ホテルがいくつも建てられ、道路や下水道が整備されました。高速道路や地下鉄も作られ、東京と大阪の間には東海道新幹線が作られました。この資料を見てください。東京オリンピック開催後の日本の様子を2つの写真から考えてみましょう。左側の写真からは工場がたくさん作られたことがわかります。工場からは煙がたくさん出ています。右側の写真は1970年に開かれた日本万国博覧会の写真です。多くの人でにぎわっている様子が見られます。この頃日本は産業を急速に発展する政策を進め、貿易の拡大、輸出の増加にも力を入れました。この年表を見てください。日本の産業はどのような結果を出したことがわかりますか。1968年には国民総生産がアメリカに続き世界第2位になりました。そして 3C と言われるカー、クーラー、カラーテレビが多くの家庭に広まり、国民の生活も豊かになりました。この資料を見てください。産業が発展していく一方でどのような問題が発生しましたか。工場から出た水や煙によって公害などの環境問題が発生しました。水俣病など公害によって重い病気にかかった国民もおり、裁判が起きました。
では、まとめになります。今日の学習課題は、産業の発展により、人々の生活はどのように変化したのでしょうか、でした。キーワードは、東京オリンピック、豊か、公害、環境問題です。キーワードをすべて使って、まとめをノートに書いてみましょう。まとめは書けましたか？まとめの例を参考に、足りないところを付け足しましょう。今日は、日本の産業の発展による人々の生活の変化について学習しました。最後に、今日の振り返りをノートに書いてみましょう。これで、茨城オンラインスタディ小学校6年の社会科新しい日本平和な日本への3時間目を終わりにします。またお会いしましょう。